皆さんこんにちは。放送学科の茅原と申します。今私は放送学科の録音スタジオというところにいるんですが、今日は普段実習で使っている施設から令和4年度の放送学科の入試についてご案内していきます。最後までお付き合いください。まず放送学科の入試は大きく3タイプあります。上から順番に一般選抜。一般選抜には芸術学部が独自に実施する A 個別方式と、日本大学が同じ日に試験を実施する N 全学方式の2つがあります。そして以前まで AO 入試と呼んでいた総合型選抜、そしてその他の区分として外国人留学生・帰国生を対象とした入試、付属高校を対象にした学校推薦型選抜があります。一般選抜についてこの動画では2月と3月に実施する A 個別方式の説明をします。第1期第2期ともに受験生全員が学力試験の後に専門試験を受験します。募集人員は2月の第1期が57名、第2期が20名です。そして試験日程は2日間で組まれています。この試験日程について具体的にお話しします。まず第1期ですが、試験日は2022年2月8日火曜日、9日水曜日の2日間で行われます。初日の午前中にマークシート方式の学力試験を英語と国語それぞれ受験してもらい、その日の午後に作文試験を受験してもらいます。そして翌日、受験番号順に面接試験を行います。3月の2期試験も第1期と同じ流れになります。試験日は2022年3月8日火曜日、9日水曜日の2日間です。初日の午前中にマークシート方式の学力試験を英語と国語それぞれ受験し、その日の午後に小論文試験を受験してもらいます。第1期は作文試験ですが、第2期は小論文試験となるので注意してください。そして翌日、受験番号順に面接試験を行います。第1期第2期ともに2日間に試験日程が集中して組まれているので、地方から受験をされる方にとっても予定が組みやすいかと思います。さてここで録音スタジオからテレビスタジオに場所を移して、次に総合型選抜について説明をしていきます。令和4年度放送学科入試案内。ここからはテレビスタジオから総合型選抜について説明していきます。放送学科の総合型選抜は昨年度から2つの区分で募集を始めました。1つは以前から募集していた将来アナウンサーを志す人、そしてもう1つは将来放送分野での活躍を志す人。例えばプロデューサーやディレクター、放送作家、脚本家、コピーライター、 CM プランナー、カメラや音声、照明を扱う人など、将来放送の世界を目指している人を募集しています。総合型選抜の募集人員は7名です。総合型選抜の流れはこのようになっています。7月上旬からエントリーシートの配布が始まるので、芸術学部のホームページからダウンロードして、指定されたそれぞれの項目についてしっかりと書いてください。そして9月1日水曜日から3日金曜日の間でエントリーを受け付けます。このエントリーシートをもとに書類選考を行い、その結果を9月17日にお知らせします。通過した人たちを対象に10月24日日曜日に試験を行います。総合型選抜の試験科目は
3つあります。上から適性を見る課題、アナウンサー志願者は小論文試験、放送分野志願者は作文試験、そして面接試験です。昨年度の試験内容は芸術学部で発行しているこちらの入試案内に掲載されているので参考にしてください。入試案内は芸術学部のホームページのトップから入試情報、資料請求とたどっていくと閲覧することができます。それでは最後に入試の相談でよくある質問についてご紹介します。まず声優や DJ、ラジオパーソナリティを目指しているのですが、そのための勉強はできますかという質問をよくされるんですが、放送学科ではアナウンサーを志望する人の育成を目指していて、声優や DJ のための授業は特に設けていません。次にライブコンサートでの PA の勉強はできますかという質問もよく受けるんですが、放送学科にある音響技術という実習では音楽録音を通してマルチトラックレコーディングなどの専門技術は習得しますが、 PA 技術者を育成するための授業は設けていません。最後に受験対策として放送に関する専門的な知識や経験は必要ですかという質問をよくされるんですが、放送学科のすべての入試で放送に関する専門的な知識や経験は必要としません。放送メディアを通じて何かを伝えていきたい、何か表現したい、そうした強い志を持った人はぜひ日芸の放送学科の受験にチャレンジしてください。最後までご覧いただきありがとうございました。以上で令和4年度放送学科入試案内を終わります。受験生の皆さん、新型コロナの感染には十分気をつけて受験勉強を頑張ってください。それではさようなら。